石原健造石原健造から1936年9月4日は、日本の内務官僚、裁判官、政治家、崇密顧問官、貴族院議員、伊体君等は、正任、位、君位等、備前国奥軍、後の岡山県奥軍笠さ村出身、農業、石原古兵の三男として生まれる、岡山中学、大学予備門を経て、1889年7月、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。判事司法となり、京橋区治安裁判所勤務となる。以後、司法省参事官司法、民事局勤務、長崎高層委員職長、熊本地方裁判所判事などを歴任。1892年10月、内務省に転じ茨城県参事官、道県内務部第一課長県第三課長。 大阪府参事官、香川県警察部長、岐阜県所記官を歴任。1899年8月、内務省参事官、官房文書課長に就任し、さらに内務所記官、警保局保安課長を務めた。1901年8月、山梨県知事に任命され、千葉県、高知県、静岡県、愛知県、神奈川県の各知事、北海道庁長官を歴任した。 1915年8月、区内時間に就任し、1921年8月まで在任。1922年10月、貴族院直選議員となり、1927年5月まで務める。その後、数密顧問官となり死去するまで在任。1930年3月には、武田軍不別党に就任している。1936年9月4日公居。 去年73歳。墓所は玉霊園一区一州一川五番。ありがとうございます。